札の前に鳴り響く怪しい古時計の音。華麗な変貌を遂げた美女の壮絶な格好。遺体のそばに置かれた謎のパン。空白3分の罠。暴かれた時刻表トリック。雪降り美女に忍び寄る危険な黒い歓迎。まさかあの人が犯人だったなんて。本当は聞きたくないんだけど、一応聞いておく。今度は何を企んでるんだ？まさにこれじゃ。成人祭？いつきの世界でいう学園祭のことじゃ。ああ、学園祭か。何をのんきなこと言っておる。男と女がちぎりを交わす場所といったら滝技能の夜か学園祭のどっちかじゃ。え、そうなの？この絶好の機会を逃してはない。そこであたいは学園祭の出し物としてこいつを提案した。マナプレゼンツ日曜サスペンス劇場恐怖の館じゃ。なんでそうなるんだ。人は同じ恐怖を味わうと結ばれるという話があるらしいの。つまり恐怖こそがエロティシズムに通じるのじゃ。さあ台本の続きを考える。じゃあ頑張ってな。3つのなんだあれ。いってえ。ああごめん、大丈夫だったか。ああ大丈夫。君こそ。はい、コレットからお手紙だぞ。ライブよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでやねん。なんでやねん。みんな張り切ってるんだな。いつき、お兄ちゃん。あれ、真昼にゆずは。私たちお店出すんだね。え、じゃあ準備があるからまたね。お兄ちゃんバイバイ。よかった、ゆずはすっかり元気そうで。手紙で呼び出してごめんなさい。あ、いや、手紙には成人祭で出すパンのメニューを悩んでるって。はい、成人祭はうちのパンを宣伝できる絶好の機会ですから。それは？私のおじいさんから受け継いだ100のパンのレシピ本です。 100？ そんなにあるのか。ただなぜか100個目の秘伝のレシピが破けてなくなってしまいました。おじいさん秘伝の幸せパンのレシピです。幸せパン。作った当のおじいさんももうあの年でそのレシピを覚えていません。私はその幸せパンを成人祭で復活させたいんです。そうすればうちのパン屋もきっと。お兄さん、どうか私に力を貸してもらえませんか。なんて純粋な眼差し。ああ、もちろん。少しじゃ、もう少しで恐怖とエロティシズムが融合し最高の頂点まで登り詰めることができるんじゃ。ライブよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでやねん。なんでやねん。あのお姉さん、さっきから一人でツッコミしてるね。不思議な漫才だね。お兄さんの世界では可愛い子を表現するときに食べちゃいたいって言うそうですね。え、あ、まあ言うこともあるけど。じゃあお兄さんは私をパンに例えるとどこを食べちゃいたいって思います？やっぱり一番柔らかい場所が美味しいですよね。私のどこが一番柔らかくて美味しいと思います？違う違う違う。さあ教えてください、お兄さん。それは、それは、あの、あ、耳かな。パンの耳だけに。もうお兄さんむっつり。あ、今のはむっつりとびっくりをかけた擬態語ジョークです。え、そうなんだ。ではでは、お兄さんの意見を参考に幸せパン試作品第1号は名付けて幸せのパンの耳です。パンの耳と人間の耳をかけてみました。ちなみにこんなことも。大きくなっちゃ
お、むっつりしました？さ、私の耳食べてください。うん、じゃあいただきます。どうですか私の耳？うん、おいしい。でもなんか違いますよね。うん、本物のコレットの耳とはね。やっぱりこっちの方がいいですか？冗談です。私が言いたかったのはおじいさんの幸せパンとなんか違うってことですよ。やだお兄さん、もうむっつり。なんだ純真無垢そのもののコレットからなぜか違うものを時折感じる。よしよし、これで完成じゃ。なんでここにゆで卵が？中のバナナがふにゃふにゃで食べづらいかも。恐怖の館が破壊された今、また量子かバナナ占いの館で行くぜよ。悩める子羊よ、何時の占ってほしいことは伸びよ。僕、配達が遅いんだ。また量子かバナさん、一体どうしたら？そんなたの遅い原因はもしや配達ミスが多いからではないか。うん、僕ミスなんてしないぞ。宛先にちゃんと届けるのは配達人の基本なんだぞ。ぬるぬじ、僕が配達が遅いのは早く走りすぎるからなんだ。いや、早いから遅い。アワビパンです。なぜアワビ？私と同じ女の子アワビですよ。ってことはメス？アワビは外見からオスメスは分かりません。でもこうやって身を猫ってアワビの生殖腺の色で分かるそうです。え、白いのはオス、緑のはメスになります。ちなみに判別できるのはアワビの肝が肥大化、アワビの肝が肥大化する夏秋のみです。なぜそこを2回？お兄さん、私のアワビパンの味見、私のアワビパンの味見お願いします。え、また2回言った？ああ、僕早く走りすぎて止まれないんだ。だから配達が遅れちゃうんだ。ならば配達の手紙を減らせばよかろう。今の能力では多すぎるのでは？そんなことないぞ、いつも親方と半分こしてるんだ。なのに僕は親方の倍以上配達に時間かかっちゃうんだ。なら、ゆっくり走ればよい。もう、手紙には書いた人の気持ちがたっぷり入ってるんだ。だから僕、少しでも早く届けてあげたくて。そうなんだ、仕事熱心なんじゃな。全部親方に教えてもらったことだけどね。それに僕はまだ親方に一人前として認められてないんだ。このままじゃ一人前の巫女としてお勤めすることもできないって。なんやだ、それは困るぞよ。アガガイパンです。チェリーパンです。ミルガイパンです。なぜ貝類と果物が交互に？ダメですか？いや、そんなことないって。幸せといえば貝、幸せといえばフルーツだよな。なんて。落ち込んでる暇なんかあったら笑顔でせっせとパンを作る。おじいさんの教えです。私、お兄さんのおかげで思い出しました。私が幼い頃、おじいさんが話してくれたこと。おじいさん、今日はどんなパンを作っているの？幸せパンだよ。幸せパン？ああ、パン作りも子作りもまずは相手をめでることが大切だ。そして、二つのものが出会った時、伝説のパンは生まれる。二つのものが出会った時、なんだろう二つのものって。お兄さん、どうか二つのものを出会わせるのを手伝ってください。お願いします。ああ俺たちは二つのものを出会わせるためあらゆるカップリングを試しに試した。そしてとうとう最高の二つのものが出会う時がやってきた。ゆっくり優しくね。
お兄さん。あ、行くよ。やっと二つのものが出会えた。その名も幸せのちくわソーセージパン。コレットの幸せパン祭りか。はい、お兄さん、今日は幸せのちくわソーセージパンを売って、うちのパン屋のファンをいっぱい増やします。うん、一緒に頑張ろう。え、ランチパックリ？いつき、お姉ちゃん。なんで？なんで隣なんだよ。私も運営にそう言ったんだけど、出店予定の場所に変な占いの館が陣取っちゃって、あとはここしかないって。それになんでマヒルとユズハは？この会社フェミルナの父親の会社だろ。ユズハたち特殊任務を頼まれてるの。頼んできたのはフェミルナのパパなの。なんかフェミルナ最近ショッキングなことがあったらしくって、今年の成人祭ではお店出せる様子じゃないから代わりに頼むって。ユズハはそのランチパックリ購入スタンプ100枚コンプリートした功績でミスランチパックリにも任命されてしまいました。似合ってるかな。似合ってる。どうしよう。よりによってコレットの隣の店がこの二人なんて。よーし、こうなったらどっちが売れるか競争だよね、ユザ。負けないぞ。おー、はあ、そっちからそう言ってくれてよかった。これなら安心してコレットを手伝える。成人祭でも僕はせっせとお仕事だぞ。あれはよ、待ちたまえ。手紙の配達を頼むぞよ。わあ、全部売り切れましたね。よかったな。そっちはもう売り切れ？こっちは工場からまだ続々と届くからお忙しだよ。すげえ。やっぱり大量生産できるフェミルナさんの会社はすごいです。うちとは比べ物に。そんなこと、一個一個心を込めて作る手作りの良さもあるって。一個一個心を込めて作る。確かにそれが私らしい、私の目指すパン屋さんかもしれません。ありがとうございます。私、お兄さんのおかげで大事なことに気づくことができました。俺はそんな。お兄さん、お礼にちょっと私と一緒に来てもらえませんか？ライブよろしくお願いします。よろしくお願いします。お兄さん、こっちです。私もあの幸せパンのようにお兄さんと私二人が出会って一つになりたい。おじいさんもよく言ってました。あんずるより産むが優しいって。それって俺の子供？いや、俺のちくわになってくれないか。二つのものは今一つになる。はあ、売った、売りまくったわ。ユズハたちも売り切れちゃったね。この後どうしよう。あなたたち、パンがないならパンツを詰めればよろしくて。マヒルたちまだ売ってるのかな。あの古文書の謎、古文書の謎。ライブよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでやねん、なんでやねん。みんな頑張ってるな。お手紙だぞ。え、ちょ、ストップ。
大丈夫か？大丈夫だぞ。木に激突はいつもしてるからな。はい、確かに私だぞ。じゃあ、この辺りだと思うんだけど、ここか？俺目指してないし、カマコって誰？そして親方に立派なまれびととして認められるのじゃ。なに？手紙はここ、一枚戻さず走り切るのじゃ。助けて。ふむ、どうですか親方。ふむ、続いてはこれ。どんな状況でも正確に手紙を郵便番号で分別んじゃ。いかがでしょう親方。ふう、一体何だったんだ。ん、道は開かれた。イツキよ、その手紙をタルアに届けよ。タルアに？ってマナじゃないか。今さら気づいたの？俺、タルア、どうしたんだ？ああ、僕そこで転んで手紙ばらまいちゃったんだ。慌てて拾ったんだけど、一通だけ見つからなくて。よーい、スタート。これも世界を救うため。アルシステス、早い。11、12、13。13。13。え、ちょっと、ナルシステス、13枚だけでいいの？まだいっぱい入りそうだったのに。私は82枚詰めましたわ。さすが、パン2だ。このぬくもり。ライブよろしくお願いします。よろしく。ないなぁ。タルア、なくしちゃった。大切な手紙なくしちゃった。でもほら、なんでもない知らせの手紙だったのかもしれないしさ。手紙では気持ちがこもってるんだ。手紙には時間かかるから、その人が手紙を書いた時間の分だけ気持ちがこもってるんだ。僕それをなくしちゃったんだ。僕、ううタルア、とにかく泥から上がろう。足が泥だらけだぞ。でもなくしたものは仕方ない。謝ればきっと許してくれるよ。ほら、泥から上がって、あの木のところで服を乾かそう。ん？タルア、あの木の枝に何か引っかかってないか？手紙だ。はい、タルア。よかった、イツキが見つけてくれた。ありがとう、ありがとう、イツキ。タルア、俺泥だらけだから汚れちゃうぞ。そんなの平気だ、僕だって泥んこだもん。お、それは何だ？あ、そうそう、これタルアに届けろって。この風呂は親方からだぞ。なんて書いてあった？うん、すごくいいことだぞ。いつきにとっても。俺にとっても？ああ、ごめん、残りのお手紙届けないとだぞ。僕全速力で行ってくる。本当にありがとう。あ、待って。二人ですれば早く済むだろう。イツキのおかげで残りあと1通だぞ。で、住所はどこ？ここだぞ。ここ？はい。俺宛て？さっき急いで書いたんだぞ。切手を貼らないお手紙はイツキ宛てだけだぞ。見ていいか？ダメだぞ、恥ずかしいぞ。でもこの手紙がタルアの気持ちなら今すぐ見たいなって思って。ダメか？じゃあ僕後ろ向いてるからその間に読むんだぞ。あ、さっきは一緒に探してくれてありがとう。配達も手伝ってくれてありがとう。僕イツキのことが大好きになったぞ。読んだか？あ、いや、ちょっとそのままで待っててくれ。まだか？
大丈夫、こっち向いて。これの配達を頼む。はあ、僕宛てだ。俺も切って貼ってない手紙出すのはタルアだけだ。見ていいか。あ、俺の子供産んでほしいなって書いてあるぞ。いいかな。授業で聞いたんだ、ほっぺにチューするとイツキが喜ぶって。僕はチューしてもらうより頭撫でてもらう方が好きなんだけど。そっか、じゃあ。実はさっきの親方の手紙、イツキなら僕の相手としても安心だ、ぜひとも巫女の務めを果たすようにって書いてあったぞ。だから僕産むぞ、イツキの子。タルア、緊張してるのか。安心できたぞ、大丈夫だぞ、イツキ。これで9個目10個目をクリア、すべてあたいの思惑通りじゃ、迷宮の汚れが収まる日も近いぞよ。95、96、97、98、99。パンツ詰め放題、私も挑戦したらこんなに詰められちゃってもうむっつり。これでパンツはしばらく買わなくてよさそうね。パンツと靴下はいいもの、これもおじいさんの教えです。Cute.